にちは、カタカナもいよいよ最後です。はい、今日は、スモールツですね、小さい「つ」の、書き方について勉強をします。例えば、サッカーとか、あとは、バスケットボールね、ジャンプする音ですね。バスケットボールとかサッカーの書き方を勉強します。はい、でもサッカーだとローマ字で書くと「さ」サッカーとなりますね。サッカー、ね、このダブルで書くときには、ジャンプする音でした。ここに小さい「つ」があるというふうに説明をしました。ですので、サッカーと書くときには、皆さん、こういうふうに書きます。はい。さ、で、ここに小さい「つ」ですね。サッカーですね。はい。で、この伸ばす音は必ず真ん中に書いてください。下に書いたり上に書いたりはしません。ここに書いたりここに書いたりはしません。必ずこの大きいね、イメージしてください。ボックスがあってこの真ん中に書きます。でも小さい「つ」ですね。スモールの「つ」ね。この「つ」は、前回勉強した「4」「キャキュキョ」とね、同じように左の下ですね、左の下にここに「つ」を書いてください。それで、ね「サッカー」と読みます。サッカーですね。サッカー、はい。ですから、例えばバスケットボール、ね、バスケットボールですね。バスケットボール、これをカタカナで書くと、ここですね。ここがポイントになります。バスケとボールですね。バスケットボール。こうなりますね。ですか？まあ、ボックスがこうあったら、こういう感じかな。こんな感じでイメージして書いてください。なので、小さくですね、小さく、そして左側に書くようにしてください。わかりましたか？バスケットボールとかサッカーとかですね。じゃあ、問題をやっていきましょう。では、1番からいきます。1番、スイッチ。スイッチ、スイッチ、2番、オリンピック、オリンピック、オリンピック、3番、ジャケット、ジャケット、ジャケット、4番キャッシュカード。キャッシュカード。キャッシュカード。5番チェック。チェック。チェック。はい、皆さんローマ字を書いてみてください。書けましたか？じゃあもう一度1番からですね。スイッチですね。スイッチ、はい、電気のスイッチ、ね、とか、ね、ここが小さい「つ」になります。スイッチですね。2番オリンピック、今年は東京でオリンピックがありますね。東京オリンピックね。オリンピック、ここですね。3番ジャケット。ジャケット、ジャケット、ジャケットね、服ですね。服のことですね。はい、ジャケット、ここです。4番キャッシュカード。キャッシュカード、キャッシュですね、キャッシュカード、銀行のカードのことをキャッシュカードと言います。5番チェック。チェック、これはチェックしますとかね、確認します、チェックです。じゃあ意味を書いて、そして履くですね。小さい「つ」はね、小さい「つ」だけで1拍になります。1拍になります。はい、なので忘れないでください。じゃあ「拍」とカタカナを書いてみましょう。さあ皆さん書けましたか？はい、じゃあ1番から「スイッチ」ですね。スイッチ、はい、これは「スイッチ」で4拍になります。4拍です。スイッチ。2番オリンピック、ね、オリンピック、オリンピックですから6拍ですね。6拍です。じゃあ3番ちょっと難しいですかね。3番はジャケットで「じゃ」で1拍ですね。ジャケットで全部で4拍になります。4拍ですね。次の4番。これも少し難しかったですか？キャッシュカード。キャッシュカードで、1、2、3、4、5、6。6拍ですね。で同じように5番、チェック。チェック。チェック。なので、3拍になります。はい。皆さんどうでしたか？はい。同じように自分でね、確認をして、そして、写真を撮って Facebook にアップしてください。